サメ川巻き柄のカブトワリカブトワリは日本で用いられた十手に類似した武器及びホグである。八割とも呼ばれ、コミング、美術骨頭具では60センチメートルを超える長さのものは日本刀から転用された刃引き刀と混同されて双方とも鉄刀と呼ばれる。主に室町時代からホバクなどに使用された武器及びホグで日本刀の攻撃を防げて、 なおかつ攻撃をする際に、相手に必要以上の負傷をさせることのないよう、刃が付けられていない。長さは16センチメートルから1メートルほどで、形状は、多くが敵の斬撃を受け流すために、内刀のように湾曲しており、また斬撃を受け止めるために断面が内刀よりも、重ねを大幅に厚くした、五角形ないしに等辺三角形、もしくは台形あるいは楕円などの、 大身に近い形状である。また、手元には、十手のように枝針がついている。実用品として制作されたものは、刀身にあたる、部分と一体のつかぶに、紐や藤を巻いただけのものが多いが、高度な塗装や、彫刻の施されたこしらえに収められたものも多く、それらは実用としてよりは、美術品としての価値を追求して制作されたものである。かと割を用いた攻撃法は剣術を、 転用しているが、斬撃を胸とする、日本刀とは違い、十手と同じく打撃をし目的としている。日本のホグ、ありがとうございます。